Good morning, everyone! Good morning, everybody! なんと、今日はですね、人少なくね。そう、ちょっと実は人少ないですあれ、まず、トマト君がお休み。はい。田中さんは天空。で、はじめさんはお仕事です。暇人が揃ったってことですね。そういうことです。今日はですね、対戦をしてもらいます、お二人に。対戦 ?1 対1、対マン。何の対戦だね？リアル間違い探しです。あー、そういうことか。はい。二人には、まあ、どっか隠れといてもらって、僕は、言ったね、1個もの隠します。変わってるってやつ。そう、景色を全部覚えてもらって、で僕が1個隠しますんで、それを2人で探し合うっていう。ああ、これ家でできますね。すぐ。そうなんです。いいですね。こういうことだよね。あ、そう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 なるほど、ね、そうそうそうなったもの。あ、今さっきとここなくなってるってことでしょ。あ、そうですそうです。やばい、難しい。確かに。僕が簡単なとこからこうバーって難しいとこまで持っていくんで、まあ、より当てられた方が勝者と。なるほど。罰ゲームいります。ご褒美にしましょう。あ、ご褒美。なるほど。たまにはね、仮面を与えてくれてもいいんじゃないか。わかりました。何が欲しいですか。現玉かな一番やりづれ。継承園のお弁当が食べたい。そんなあるんですか。何千円以上だと持ってきてくれるらしいです。それそれ。おいくらですか。5000円以上で持ってきてくれるみたいな。高っ。立派なね、ご飯になるんじゃないかな。確かに。まあいいでしょう。僕はいつもお二人にお世話になってるんで、勝った方にはまさか梅焼肉屋の弁当をおごります。やったぜ。おお、本気でやってください。やっぱり結局は飯が一番嬉しいですよ、はい、そういうことです。負けた方はうまい棒しか食えません。一応与えられる。罰あるんかい。よし、やる気出てきた。先に目を尽くす。あっちの部屋でいいか。じゃあそうですね、この部屋よね。この部屋です。じゃあまず覚えてください。えぐくね、これ。もうあれじゃない、全体をもう見て覚えるか、もうエリアごとに分けても覚えちゃうか。確かにね、山が張るってのあるしね。まあうち物が多いですからね。こういうのやばそうだね。ダメでしょ。さすがにホコリとかやめてよ。さすがにそんなことしないです。ちゃんと形あるものにしますんで。位置が動いてるとかじゃなくて消えてるでいいんだよね。そう、消えます。それだったらまあ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 、まだ初級だからそんな難しくないってことだよね。そうだね。どうしよう、全部鬼畜難問だとバカだったら。スティックシュガーの本数1本消えてるとか無理よ。数が多い。さすがにその数減らすとかこれなしにします。いや、これちょっとやばいわこれ。今思ったらこの辺物張りすぎだな。そうなんだよね。あえて昨日そのテーブルの上とか片付けせずに帰ったんですよ、僕。まあ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 、いや、まあまあまあいいんじゃないですか。うん、まあね、大体わかるんで。じゃあ、どうしよう、頼んだわ。はい、ということで、物を消したいと思います。まずは、これを消します。丸ごと消えました。さあさあさあ、第1問目準備ができました。それではいきますよ。よーい、スタート。はいはい、どうぞ。ケンスケのキャリーケースが上がってます。正解です。はい、なんと8秒です。素晴らしい。え、早っ。いや、素晴らしいですね。マジで。さすがにテツはね、1問目に出す問題は多分簡単なやつを出してきてくれるだろうなっていう意味で、とにかくでかいもん山を張っておいたら取っといた。あーくそ。さあ、次行きましょうか。1問目はさっくり当てられたんで、まあ、2問目はね、もうちょっと難しくしようかなと思います。それでは第2問目の準備ができました。では第2問目、よーい、スタート。うわあ、これお手つきやとかあり。まあ4日目ではいいです。そうですね、お願いします。何がなくなってる。違うな。うわ、これやばいな。分からんな。で、割と大きいものを消しました。はい、どうぞ。パイプ椅子。いじってません。俺なんかね、この辺もっとなんかあった気がするんだよな。おお、いいですか。どうぞ。木の椅子1個減ってますね。これですか。はい、減ってません。やっぱマジでわかんねえ。これやばいっす。やばいな。でかいのでしょ。うんうん、ある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 。いきましょう。あ、はい、2問目なんでね。タラタラ、はい、いきます。どうぞ。ダイソンの掃除機。違います。終わった。俺買い時なくしました。一人になったからってヒントもらうわけにいかないからな。テツラ、はい、ヒント。ヒントですね、キャリーケースのすぐ近くにありました。やっぱり、やっぱりこの辺よ。すぐ近くのも消しました。今3分40秒なんで、5分にやったらライフ回復しましょう。あ、よし。じゃあ5分になったとともに、じゃあもう一つヒント出しますね。はい、ちょ、何。5分になりました。ようやくの回答権が一つ回復します。ヒントを差し上げましょう。はい、出てくるとき邪魔そうだなと思ったんで消しときました。わかったわ。わかった。いいっすか、言っちゃっていいっすか。どうぞ。バランスボールです。違います。バランスボール下にありましたよ。ここら辺にあったやつってことか。終わった。わかりましたっけ。
一回出てきたら分かるんじゃないですか。いつも通りだよ。待って、なんだっけ、なんかあったっけ。最初の文字、最初の文字か。な、邪魔なもの、な、中野大地。あったわ。あったあった。思い出した、思い出した。10分になりました。ようやくのライフは回復します。あつがそんなにね、深くね、鍋があったんですよ、ここに。正解。あ、分かった。少しそこがこけてたやつだ。そうです、そうそう、鍋があったんです。うわ、ゴブリンは帰るよ。記憶しなくて大丈夫ですか。そうだ、もう一回見とこう。隠したぞーい。第3問目スタート。うわー。さあ、先ほど、はいはい、あ、お、早っ。竜王。正解。うわー、これは分かる。なんと第3問目が、あー、滑っちゃった。早っ。4問目も確証終わりました。いきますよ、よーい、スタート。4問目でしょ。4問目です。難しくなってきとるの。ちゃんじっくり思い出してください。わかった。ようやくいきますか。はい、はい、どうぞ。あのね、死んだ入れからもう一個のこう壁のやつやろ。最初からありませんでした。え、剥がしたんだこれ。これ剥がれてますね。はい、はい、ヒント、この画角にあります。わかった、そうだわ、言っときますわ。どうぞ。こっから夜間が効いてます。夜間はもともとありません。おー、はい、5分になりました。ヒントを差し上げます。我々が非常にお世話になるものです。はい、どうぞ。パソコン。違います。はい、どうぞ。ティッシュ。正解です。よっしゃー。ここにあったよね、確か。いや、ここです。あ、そうか。これ場所も当てないといけないんじゃないですか。ヒントでどこかわかんないけど、そのもの言えますよ。これこうやってますよ。じゃあ今回は正解します。次からはしっかり場所も。わかりました。ですね、トイレのミッションを終えて降りてきてるって形ですね。はい、じゃあこれをこっちに。そうです、ありがとうございます。はい、では、はい、5問目の準備ができました。いきますよ、よーい、スタート。はい、はい、あー、くそ、俺も分かった、俺も分かった、はい、すごいね、早い。スイカのクッション消えてますね。素晴らしい正解です。すげえ、一瞬だ。やっぱ色が消えると分かるね。ああ、なるほど。何かしら分かりやすかったな。今洋平くんが3問で大地くん2問、拮抗してますね。拮抗縛り、拮抗縛り。違う違う。6問目の準備も整いました。いきますよ、よーい、スタート。流行っててくる。難易度は上がってます。さすがに、さすがに上げた。こっからマジでもう無理なレベルなんだろうな。カーテンレールから花が一個消えてます。消えてません。もともとサコだったのあれ。3分がやってきましたので、一つヒントを差し上げます。陽平くんの位置からは見えるけど、大地くんの位置からは見えないですね。後ろだし、後ろだしね。一回言っていい。あー、どうぞ。ひよこのぬいぐるみが一個ない。違います。5分がやってまいりました。隠したもの、大地くんの今めちゃめちゃ近くでした。7分が経過しました。追加でヒントです。色は黄色でした。黄色と黒。いくわ、どうぞ。あ、キープアウトのガムテープ。正解。マジ？マジです。マジか。はい、ここにあったのを消しときました。だと思ったんだよ。わからんかった。準備できたぞー。7問目です。いきます、よーい、スタート。はい、よ、山張ったと外したわ。はい、はい、よいか。この中のボールが消えてますね。正解。さー、素晴らしい。やべ、それはすごい。また来るわ。
8問目準備終わりました。よーいスタート。イエーイ。選択しよう。もう激ムズでしょ多分。はい。UCC 缶が1個ない。あります。触ってません。びっくりした。はるかに小さいもの隠しました。ちゃんと目に入るところのものを隠しました。おっとっとと、この机の上から輪ゴムが1枚消えますね。うわー、それね、消そうと思ったんですよね僕。あーちょっと違ったか。違うんです。そのレベルととしてる輪ゴム消すか僕が消したもん消すかどっちかにしようかなと思ったんですけど、なんかこういうのなんかこれになった気がするんだけど、なかったらしいです。3分が経過しました。はい、かな。またやばすぎる。やばいよねそれ。一回言ってみていいですか。はい、どうぞ。ここのチャームが一個ない。え、正解。やったー。はじめだっけ確か。はじめさんこうやってるやつでしょ。そうです、そうです。やったー、素晴らしい。うおー。やばー。あれ今何問目だっけ。8問目が終わりました。次ラスト。次ラストです。え、今点数は。あれ、俺5か。俺3っす。5、3か。あれあれ、じゃあ最後の問題。はい。何点欲しいですか。3862。ややこい。では、3862点差し上げます、この問題。ではまた後ほど。覗いてる。準備できました。ラスト9問目。3862点をかけた戦い、よーいスタート。さあ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 。絶対ごめん。うめえ焼肉弁当がかかってます。一個も喋らん。ゴリゴリの集中ですね。3分が経過しました。ヒントです。さっきのチャームよりはるかにでかい。でかい。でかい。でかいけど意外と、もしかしたら。どうぞ。緑のタイムが1枚消えてる。あー、違うか。5分が経過しました。窓よりこっち。あ、マジ。はいはいはい。ここが消えてる。マジで。正解。やったいくらでしたっけこれ。11円。